はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の定積分と面積 ④ をお送りします。で、面積ね、4本目。で、今回は絶対値が入ったね、問題をやっていきます。で、問題がね、今載ってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあいきましょう。で、今回定積分を求めよう、面積求めなさいって書いてないんだよね。書いてないんだけど、基本的に定積分なんで絶対値の時は面積で勝負します。で、面積で勝負するためには1次関数、これ中がね、でこっち2次関数なんですけど、1次関数だとね、慣れてくると図書かなくても解ける子出てくるんだけど、慣れるまでは図をちゃんと書いた方がいいです。絶対値のグラフでちょっと面倒くさいので。で、まず1番ね、グラフを書いていくと、これはもう以前にね、絶対値のグラフやってるんだけど、まず x-3、y イコールね、x-3 なんで、こういう直線だよね。で、それを書こうと。で、ちょっと右多めに行こうか。で、こうなってるでしょ。で、普通に書くとマイナス3なんで、切片がマイナス3、ここがね。で、x が3通るね。で、こういう直線になるんだよ。ちょっとあえて点線にしますけど、今。で、絶対値のグラフっていうのは x 軸より上しかダメなんです。だから、x 軸より下に潜ってるとこまず書きません。書くとしたら点線で書いておくといいと思うけど。だから、こっちは、OK 書いちゃって。ここね。じゃあ、この点線の部分どうなるかっていうと、これを鏡だと思って反射させます、上に。つまり、こうなってる直線を反射でこう書くんです。だから、マイナス3を通ってるから反射させれば、3を通るよね。で、3を通る、こういう直線。つまり、この、こういうね、V 字型になってるけど、これが y イコール絶対値 x-3 のグラフになります。いいね、絶対値っていうのは元々のグラフを書いて、下に沈んだ分を鏡で反射させるっていう。それが書き方ね。で、これを書いた上で0から4なんだよ、今インテグラルが。だから0から、ちょっと4、ちょっと多めに書こうか、4。こっからここまでの面積だから、この部分を考えればいいと。で、なんでさっきからね、図を書かなきゃいけないっていうかっていうと、この3ね、ここ。3から左と3から右って、もちろん見てわかるように、物が変わってるので、式が変わるんだよ。ってことは、3の部分で分けてインテグラル計算しないとずれるっていう。で、ちなみに、こっち。元々の直線はもちろん、y イコール x-3 です。それを書いたからね。じゃあこの反射させたのどうなるかっていうと、こっちは y イコールこれにマイナスをかけたやつ、符号を変えたやつね。だからマイナス x プラス3になります。両方符号を変えてください。で、これさえ分かってしまえば、まず0から3ね、左側の方を計算すると、インテグラル0から3で、こっちの式ね、上にあるものから下にあるもの、下がね、今 y イコール0なんで引かなくていいから、この式を入れればいいので、これの dx プラスインテグラル、今度右ね、3から4の今度こっちの式3の dx と。で、この両方を足せば定積分が出せるというふうに解いていきます。で、あとこれ計算なんでね、2分の 1x2 乗 3x の0から3プラス、中身はね、符号変わるだけだから、分数入ってるからめんどくさいね、これ。よし、いきましょうか。で、まず3入れて、マイナス2分の9プラス左三角で、0はいいね、入れなくてね。で、プラスまず4入れます。7、16だから8マイナス12、引くことの3入れて2分の9マイナス9とこうなる。下入る？あ、ギリいけそうだね。でちょっと分数後にしよっか。9ここちょっと変えちゃっていい？マイナスとプラス186で14かあってからマイナス4あるね。14とマイナス2分の9とマイナス2分の9でマイナス9になるから、マイナス9イコール5入ったね。 OKOK といった感じで解いてみてください。これは絶対値のね定積分の求め方と。でこっち見て2次関数ねなってますけど、やり方同じです。ただグラフがちゃんと書けるかどうかが大事っすね。でグラフを書きたいので、y=x2乗-x を平方完成してって頂点求めてってやってもいいんですけど、結局これさ x2乗-x だから下に凸のこのカーブってのは分かるんだよね。でイメージとしてこうカーブで下に沈んだこの部分をこうやってちょっと膨れすぎたね、鏡で反射させたいのね。ってことはこの部分さえ分かっちゃえばどこで反射するかも分かるし、面積ここでね切り替わるから別に頂点なくても大丈夫なんだよ。つまり x 切片が分かればいいと。で x 切片の求め方はこれ声がねちょっとおかしいね。これ考えるじゃんか。で x 切片ってことは y=0 なので、ここに0を代入して求めてしまえばここ出てくるから2つで、そっちの方が早い。基本的に別に平方完成してねちゃんと書くのが悪いとは全然思わないんだけど、時間的なことを考えるとね。よし、なのでちょっとごめんね汚いました。さっき言ったx2 乗マイナス x イコール0だね。でこれを解くと x くくり出してこうなので、ここよりの方がよかったか、よりx イコール0と1になると。つまり原点と1の時に、ここ通る x 切片になると。でそれを考慮して図を書けばいいから、どうしよっかな。右側も書けそうだよね。こっちで書いた方が分かりやすいかな。待ってね、0と1だから y 軸ちょっと左寄りに書こうか。あ、もうちょっといけたね。まあいいか。でこうなって xy で0と。で下に凸で0と1を通るから、あ、実際に書いちゃった。ちょっと待ってね、勢い余った。よいしょ。こんな感じになる。で大事なことはここが0でここが1なんだよね。でさっきも言ったように絶対値は下に沈んでるものを上に跳ね上げたいので、こういう感じになる。グラフとしてはねちょっと青で書いちゃったけど。で今マイナス2から3なんです、求めたいのが。だからマイナス、あ、そっかそっかそっか図的に超おかしくなっちゃったね。俺が1をね大きく書きたかったからごめん。すげえ図おかしいけど許して。幅的な問題あるけどさ。でマイナス2、ここにいて3がここにいると。で定積分どこかっていうと、まずここの面積、これ1つ目、ここの面積2つ目、でここの面積3つと。この3つを全部足しにいきます。3つを足すと。でこれがねわりかしめんどくさい。そうで、3つ計算して足せばいいっていう感じなんですが、まずそれでいきます。ちょっとズルができるんだけど本当はこの問題、オーソドックスにちょっと一回いってみようか。でやっていくと、まずマイナス2から0だね。だからマイナス2から0でこのグラフでしょ。このグラフはもともとのグラフから跳ね返ってないので中に入れるものはこのままで大丈夫だと。で dx プラス今度こっからここ浮いた方ね、跳ね返った方で、そこは0から1なので0から1の跳ね返ったやつはさっきと同じでマイナスになったもの、つまり y イコールマイナス x2 乗プラス x になっているので、それを入れるとこうね dx でプラスインテグラル1から31から3のこれもともとねちゃんと普通の方の式なので x の dx とで、あとこれを解けばいい、まあ、これはっていうほど楽ではないけどね、3つもあるから。で解いていきます。でまあ普通に解くか、ずるはね最後に言おう。でまずこれは分数が苦しめるね私をこうなってマイナス2から0プラス、あでも0が2回あるからそこまで苦ではないか、3乗プラス2分の 1x2 乗0から1か、よいしょ。でプラス3分の1、また最初と同じだもんね、3乗x2 乗の1から3、よしいくぞ。でまずこれ0を入れても意味ないので引くことのか、そうかさ危ない危ない、引くことのマイナス2を入れるとマイナス3分の8で4だからマイナス2か。で次足すことの1入れてマイナス3分の1プラス2分の1で0入れても意味ないから無視と。で次に行ってプラス足すことの3まず入れると違う約分するから9か。でプラス2分の9引くことの3分の1プラス2分の1と合ってるかな、大丈夫、違うな、どっかで間違ったな、あここだごめんここ引くだね、失礼だからさっきのここが引くになってここが引くになるのか、ごめんよっていう感じだね。さあもうさあだねこれ。じゃあちょっとまとめていこうか。まず3分のからいこうか。ちょっとここをマイナスも振ってしまってプラスとプラスに変えよう。あとここもか、マイナスとプラスに振ってしまうね。で3分の8、3分の7、3分の6か、ここ全部使うと3分の6だから2になるね。で普通にこうか、2と9プラス11使ったここか2分の2、あここならないよねマイナス2分の7でやっていくとこっち13になるから2分の26なので引くから面積2分の19と、これで終了となります。まあもちろんね先生の出し方にもよるんですけど、2次関数ってこうやって跳ね返るから基本的にこうなってこうなってこうなるね、こんなグラフになるんですけど、あちょっと待ってね、あのね最初の設定でちょっと見やすくしますね、少々お待ちください。ちょっとこれで視点が合いやすくなるかな、ごめんね。そうでこうなってこうなってこうなるんだよ。で今回みたいに大体こうサイドにこうやって範囲をつけてくるから123で分けられることが多くなります。でこうやって面倒くさくなるんですけど、で途中でも言ったちょっとズルができる、これだけは。でなんでズルができるかっていうと、ちょっと俺の図の書き方今回良くなかったんだけど、これねちょっと色変えようか。この部分の面積とこの部分の面積って実は今回同じなんです。これ図で判断できる。でなんでかっていうと、当然もともとが2次関数でこうなってるでしょ。で0と1で跳ね返ってるんでこう綺麗に左右対称になってるの今グラフが。でさこっからここの幅って0からマイナス2なんで2でしょ。でここもちょっと図でおかしくなっちゃったけど1から3なんで幅が2なんだよね。左右きれいに対称のところから2で出てるから面積当然同じなんだよ形として。だからズルをね、もちろん途中式ある場合ちょっときついんだけど、こことここの面積同じって分かるからこれを消してしまって2倍ってして計算するとインテグラルは2個で済むっていうのができる、実はこの問題はね。でもあえてねそれが使えるとは限らないので今回はね普通にやりましたけど、こんな感じでまあ図で判断してズルができるときはそういったのもありかなと思います。時間短縮になるしね多少は。いいかな。では今回は高校数学数2の定積分と面積 ④ をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、もうちょっと、あとね、多分2本か3本でこれ終了になると思うんですが、まず次回ありますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。